え、医学部留年してしまいました。慰めてください。まあ、どうもですね。まあ、その医学部留年に関しては、あの、まあ、結構、何ていうか、どうしようもないっていうか、量が多いので、どうしようもないところではあるんですけど、まあ、その留年を重ねないように。まあ、ちゃんと、あの、勉強してれば、基本的に留年しないようになってるので、まあ、留年するっていうのは、あの、別に悪いことじゃないんですよ。それこそ、何かね、えー、 学業よりも大切な何かっていうものを追い求めて、まあそれこそね、例えば起業してる人もいるし、あるいはサークルに打ち込んでる人もいるし、まあ留学してる人もいるし、まあ何かにね、打ち込んでるっていう、あの場合も全然あるので、留年が一概にね、悪いとは言えないんですけども、ただ自分が単純にめちゃめちゃ怠惰だったな。 怠惰であるがゆえに留年しちゃったなっていう風にね、えー、自覚されてる場合はちょっと反省してください。あの、留年してプラスになるっていうことは、まあ基本的にはないので、留年しないに越したことはないので、あの頑張ってください。<laughs> はい、ちょっと慰めてくださいって言われたのにちょっと、なんかちょっとあれ、あれしちゃいましたね。お、な,なんていうの、死体斬りじゃないですけど、すいません。あの、頑張ってください。まあドンマイです。うん。あと、 まあ1年くらいね大丈夫です1年くらい大丈夫 <music>